よし。食べる食べる。よし。なんか持ってるかな。さあ、次は良かった。最後ピッチャー。怪我だけはしないでね、怪我だけはね。おー、ファースよく止めた、よく止めた。ファースよく止めた。うん、ファースよく止めたよ。さあ、一つ一つ。このチームもなんか当たり出したなんか集中打出そうだよね。あ、すいません、タイムお願いします。よいよいよ。いやでも最近天気予報当たんね。どうなっぺ。ドバッターをちょっと素人っぽい。このチームにもかオーケー、ナッピー。うーん、惜しい惜しい惜しい。会社の同僚とかそんな感じだね。うん、仲間内の。オーケー、ナピナピ。すごいね、なんか背番号の3桁だもんね。誕生日なのか。ピコさん、3いくつって思ってない？見せたな。あ、誕生日の可能性もあるね。14とか54もあるね。5月4日とか。
マキアラのファンだな。てか槙原知らねえ、槙原知らねえ、50番知らねえじゃん。あの年だと、あの年だって現役は知らないよ。あの年、50番取るよって言われたんだよね。いや俺も知らないんだよ、実は。あ、おっと、あのその頃ね、まだ俺野球ちょっと避けてた時代だよ。槙原って言うとあれじゃない、10何番のさ、そうそう、うん、小和田、槙原、あとなんだっけ、なんかいたよね、面白いね、50番取るよ。俺も詳しくないんだよ。駒田と槙原だ、もう一人だ。いやいやいや、まだ原がセカンドとか中畑がサードの頃。え、原ってセカンドやったの？セカンドじゃなかったっけ？あ、マジで？どうもどうもどうも、さあランナー埋まったよ。え、原がなんかサードにコンバート、それから中畑がパスとかなんかに出たの。あ、そうだっけ。中畑もサードやったんだよね。ショートがコーナー、あ、いたね、コーナーね、うん、いたいた、コーナーって、うん、俺必ずファミスタだと変えるんだよ。使えねえんだよ。2番か7番、岡崎とかが入ってる。ちょうどコーナーっていうのはもうレギュラーじゃなかったの、俺がテレビ見出した頃。あ、ほんと、ショート誰だったの。やっぱり目だ、巨人のショートって本当にこう、いまいちだったもんね。いないね、坂本ぐらいでな、思いつくのがね、パッと思いつくの。あ、岡崎か、ショート島塚が、あ、島塚か、島塚セカンドだ、うん、岡崎ショート。よーねっぺ、岡崎っていうのはなんか、結構やっぱ地味だよね、うん、岡崎なんかさ、結構なんかコーチ長くやってそうだけど。あ、そうだね、ね、なんか、まあ、確かに地味って地味なのか、ね、もうちょっとほら、なんかコーチの、確かにだってあそこら辺の世代だもんね、斎藤とかね。意外にね、あの指導力はねえのか。ああ、性格あるもんね、絶対向かない人とかね。意外にそのほら、ラインじゃねえけどさ、人脈のさ、だって岡崎二軍監督もやってるでしょ。よしよしよし、その割には、ね、巨人から追い出された西とかが普通にね、うん、やってんだもんね、巨人で。あ、そうだよね、そうだ、あれ不思議だよね、 あんなに追い出されて。だって二岡もなんか、そう、二岡もなんかやってるでしょ。二岡、二岡、西じゃなくて二岡。あ、すいません、見ようかなんか悪いけど、よく戻ってきたよね、大体これ山本もだってさ。そう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 、ね、もう若干もう厄介払いみたいなされた感じで、ちょっと確約で日ハム行ったのかわかんないけどさ、ね、あれなんでだろうと思っちゃったよね、うん、あと2試合だよ。あー、惜しい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 、サード惜しい、ちょっと雨降ってなきゃ取れちゃう。惜しいよ、サードよく追いついたよ、ナイスだね、よく追いついたよ、サードは。そう考えて、伊藤さんも若いね、本当だよ、でも上の方だけど、1代でさらに6歳上なんでしょ。そうだよね、一番年長が一番若いっていう、体が動かせるって恐ろしい。あ、すいません、すいません、あ、審判さんちょっとタイムで座って、座ってタオルがね、そうなんです、ちょっと周囲にもあれだね、ちょっとはじゃあ、かしましたね、うん、どうせ、どうせ洗うんだ、ちょっとタオルで、タオルいいんだよ、なんか知らない、結構滑るんじゃない、おじさんのパンツで、うん、なんかね、かかんない、うん、
誰か使いそう。借りていいこれ。ちょっとタオル借ります。ここにあったタオル。誰の？小川さんに。ちょっと貸してあげて。借ります。あらし借ります。さあ満塁でランナー近いとこ。すいません、お待たせしました。こういう雨でもこれできちゃうけどさ、7月のなんかほらできそうなってやったじゃん、朝活用で、うん、グランド不良でさ、意外とこっちはできるのかね。これグランドのぐちゃぐちゃ関係ないじゃん。公園みたいな、ただの公園だから。あそっか、じゃあ整備が大変だ。どうもどうも2点目だ。一回ぐちゃぐちゃにしちゃうとメンテナンス。ワンアウト。30分。惜しい。この次まで行きたいね。そうだ、今4回の裏みたいだから5回の裏まで行きたい。そうだね、5回までは。さあ切り替えてこう、切り替えて。モチベーションが下がった。母ちゃんも言うようになったね。まだ勝ってる。もう要ですよ、要。まだ勝ってんだから。母ちゃんもう。オーケーないボラ。母ちゃんもう30ぐらいなの。そうなんだ。早いね。ぶちゃけって22とかそんなもんですよ。そう。鍋くんだって入ってきた時にまだ30ちょいぐらいだ。あ、でも30前だったんだね、あいつ。で、今もう30したけど、7か7。よーなぴなぴ。あ、ピッチャーいいとこ来てるよ。まさかね、でもこんななるとは思わないから。まあね。センターナイスカバーだ。ダメ。ランニングだね。どうも、いいよ。どうも、しゃない。さあ、面白くなってきたじゃん、ギャグリー。どうも。どうも、ランナーいない方がいいよ。
スザーズ。おでん。六は取られてる。大丈夫大丈夫、点差あるから。大丈夫、センターどんまいどんまい。滑るから。怪我だけしないように怪我だけ。ピッチャーもちょっと滑るだろうけど。感じ本だから、まあまあ誤解かな。相手が負けてたあれは。オーケー、そうそうそう、それでいいよそれで。引き分けだったらちょうどいいかも。まだ勝ってんじゃん。まだ 2,3 点でしょ。よーレッピー。そうだなそうだな。オーケー、ナイスキャッチ、ナイスキャッチ。今の球いいよ、ピッチャオーナーキャッチャー、キャッチナイキャッチだよ。おお、さあピッチャー負けた負けた。ちょっと当たり強烈だったよ。さあ、ツアーツアーと。ちょっと雨も弱くなってきたから。ちょっと弱くなってきたよ、ピッチャツアーと。よしよしよし、止まい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 。ツアーツアーと、ツアーと、ピッチャーツアウト。さあ雨弱くなってきた。 OK、 そこ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 。オッケー、そうですよ、そこそこそこ。ナイボーナイボー。
よし、来た来た来た、いよいよ津田津田と OK、 OK、 よく待った、よく待った、いいコースよ、いいコース、よく抑えた、よく抑えた、よく抑えた、テンション下がってんじゃねえ、しゃあないしゃあない、今のはいい球だよ、雨の中どうも、まあ、勝って勝って、めっちゃ恥ずかしい、どうもどうも、雨の中ね、腰が降りね、腰がどうも、いいよいいよ、まだあるよ、まだ池あるよ、しゃあない、雨もやんできたし、まくられたかと思ったわ、疲れた、まだ逆転されてない、次の回行ったら交代してくれる